T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。エリア6の氷河地帯に着きました。フレットはここにいるみたいだね。やっと会えるか。もう正直こうしておけばいいのでは、とか思わなくもないけど。ここは天才少年ジェイソンのことです。好奇心と深い意味があってのことなのでしょう。まあ新発見ともなると危険を冒してでもという思いがあるんだろうね。それが学者という生き様なのかな。映画とかで知る限りでは、ですけども。映画の学者さんは結構無茶するもんね。大岩に追われながら本を求めたりしますから。あるねー。移動。おい。一番強い敵かもね。タックルを出せばいいのに焦っちゃった。ソフィアで2発だからジェイソンだと厳しいだろうな。降りたら間に合わなかっただろうね。そんなことをいろいろ考えてたらガツガツ食らってました。氷河地帯とはいうもののここは溶けてるんだな。比較的暖かいのかしら。特に苦労せずに洞窟があるのとか珍しい。そう？序盤みたいです。え？何この部屋？はぁ？凍ったの。なぜ？そのシステムももちろん、なぜやったかもわからないけど。あ、このためか。なるほどね、水中からは飛べなかったもんね。その代わり敵も活性化してるな。これだね。なんじゃこりゃ。まるで氷の花。こっちは普通のダンジョンか。凍ってると歩くだけでも大変。どうやって取るの？ノーダメージでは無理だね。そんなはずはないと思うんだけどな。まあこれが出たから無理やり取っても大丈夫だけど、そういう設計にはしないと思うんだよな。何かしらやり方があるよね。はい、鋭い皆さんならもうお気づきでしょうか。あ、凍らせなければいいんだ。はい、まあそれだとここにたどり着けなかったのであれですが、それが一つの案ですね。そしてもう一つは氷なら溶かせばいい、ということです。あ、もしかしてフレーム？はい。だいぶ後にわかりますが、フレームで氷を溶かせます。そういうことか。ついウェーブだけを維持すればいいと思いがちですが、当然他の武器の方がいいこともあります。うっかりしがちですけどね。なるほどねさて、まあ今のところそういうことには気づいてないので、なんとか頑張って進んでいきますよ。それ気持ちいいね。こういうところではレーザーがいいですね。うわ、それでも壊すんだ。こっちは無理か。どうしても壊したいんだ。
マップ移動するなら意味なかったなぁ。こことかなぜだかわかりませんか。ホバーで飛べることを忘れているんです。なんで。この構造を見て、これならうまく壊せばいけるんだなと思ったら、チャンスで行くことに執着して忘れてました。まあ試しに挑戦してみるのは悪いことじゃないけど、忘れちゃうんだ。時々自分の脳みそが心配になります。でもそういうことだね。これでたとえコバーがなくてもいけますね。あれ、さっき倒した敵はいないか。ちゃんと意味はあったね。それならよかった。下に攻撃することができないから、まあこういうのに頼るか、自分で下に行くしかありません。場合によっては済むかもしれないね。おそらくそこは考えられていると思いますが、やり直しになることはあるでしょうね。この青い洞窟はコントロールルームでしたね。基本的には凍らせていくってことか。多分そうじゃないと進めなくなると思います。まあ凍らせることで大変にはなりますけどね。氷河地帯というより冷蔵地帯だね。無理やり凍らせてますからね。ボスは3体。ここから登れない感じですし。これも届かないやとか思って諦めましたが、なぜ突然ホバーを忘れたのか自分でもわかりません。ほんと心配になるよ。かと思えばこの辺を進んでいる時に思い出しますしね。ほんとだ。どっちにしても SP 消費という制限はありますから、あまり長いことは飛べません。ここも必要ないと思いつつも SP 回復なら取っておくかと。それだけの部屋なんだね。勢い余って出てしまった。ソフィアはびっくりしただろうね。行っちゃったよって。ふう、地下道の迷路よりはいいけど、普通に進むだけでも大変だ。あ、凍らせたのね。同じように一部屋だけでした。まずは左上から攻めるかな。この上だね。ここ上がるのかな。 SP が足りない。今こそ徐々に上がっていくべきね。さっき練習しておいてよかった。そうとも言える。クレットはこっちじゃないんだ。一旦は離れましたね。まあ多分どこかのボス部屋にいるとは思いますが、中央付近とか最後らへんでしょうね。食らうときは連続して食らうね。無敵時間がないですね。
ようやく見つけた。あ、ジェイソンじゃないと無理。暗いと一瞬びっくりするね。でも一発撃てばずっと明るいのは助かります。左右あるけど、どっちでもいいのかな。キーピングアイ。目玉が出てきたねー。見た目そっくり。まあ目玉の敵なら大体アーだけどね。それもそうか。え、もうボス。じゃあ帰りに埋めていけばってそうだ。ボスを倒したら強制的に出ちゃうな。別に埋める必要もないよね。まあそうなんですけども。お、ごめんね。あー、あとちょっと。くっそ、一発食らった。でもいい戦い方だったよ。最強。その響きいいね。あ、あれ？なくない？ジェイソンは？マジかこっちか。ソフィアを使うってことなのかな。ダンジョン内で使ったら確かに最強だね。じゃあちょうどいいから右を埋めつつ使ってみようかな。そうね。え、そうか、ロックオンか。これでいいの？何発も。なるほどね、大量の敵にも対応できるけど、ボスに何発も浴びせることも可能ってことか。それは絶対強いね。使うのを自重した方がいいレベルかも。まあ様子を一つ使ってみましょうか。ふむ、もう一人ボスを倒すくらいまでは進めたいかな。それとかどうやって取るんだ。見た感じ壊せないのにね。敵の攻撃でも壊せないもんな。起きちゃった。え、まずいのでは。でもダメージは受けたけど通り抜けられたね。そうか、気にしなければ無理やり通ればいいのか。
ね。むしろリフトが邪魔ってこと。そういうことだ。ああ、この赤いの壊せるようになりそうだな。この構造だとそうかも。いいぞ。基本的に同じ構造が続きます。さあボス、もう一個だけ回復できたかな。このパターンはまたザコラッシュですか。地味に大変だけど、まあ勝ったかな。無難だね。回復がたっぷり出るのがいいところ。これで壊せそうね。なぜだ。タネが足りなかった。そうだったね。素晴らしい。まさに大砲だ。そんなに遠くまでは飛ばないんですね。しかも反動がすごい。後ろに吹っ飛ぶんだ。それだけ強力ってことでしょう。こっちを変えたいんだけどな。これで下も攻撃できるってことか。そういえば、なるほど、爆風には気をつけろと。自分を食らうのね。まあ普段はレーザーが使いやすいかな。 SP を消費しないのがまたいいね。え？フレット、あー、メカが出てる。やっぱり。何か起こったようですが、まあ今回はここまでにしておこうかな。フレットとも話せるかと思ったよ。ということで次回もお楽しみに。ノクターン。また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。